カマレシュルメールは、フランス、ブルターニュ地域圏、フィニステール圏のコミューン。ペニールミサキカマレは、陸路で、ブレストから 80km 離れており、カンペールからは 65km の距離である。クロゾン半島の先端にあたる。海に囲まれ、ブレスト、蒸気機関航行が誕生するまで、カマレは重要な気候地だった。カマレの面積の半分は、自然保護区域、 アルモリカ地域圏自然公園の一部である。町は静かなリゾート地である。北はカマレワンとロスカンベル半島。南はシェーブル岬。西はイロワーズ海である。ペニル岬とタドポアへ向かうと、海へ飛び込むような巨大な岩の塊と同じくらい印象的な崖が連続して現れる。青い見影石でできた巨大なロレーヌ十字を支える。 堂々たる岬に着くと景色は壮大である。崖の上に自然に生じた平らな場所はサールベルトと呼ばれ草で覆われている。しかし、急斜面であるので慎重に行動しなければならず、急いで歩くのは危険である。対して低い場所はベリーエッグ H の砂浜で石灰岩質かデータン質の砂となっている。この砂浜は 右側のタドポワで終わる半円を描いており、左側は茶色と黄色の色のトーンを持つ崖である。ブルトン語でラムサスと呼ばれる場所がある。1404年のイングランド軍上陸失敗を物語るものである。カーロック H の砂浜へ1975年に、カマレから黒ゾーンへ向かう歩道が建設された。カレジューの海水浴場カマレは、 クロゾン半島全体がそうであったように、文明の影響からは距離があった。ブレスト港からの広い水道とラド3から航行可能な天然の良好という特別な状況にあったカマレは、こうして長期間機能した。カマレはブルトン語でコメレット、ケイモレット、またはカムエロットと記される。エロとは溝を意味し、カムとは曲線を意味する。カムエロットとは、 宝曲線を意味する。この見解が支持されるように思われている一方で、ゴーレ獣の名は砂や小石の溜まったダムを意味する。紀元前の時代にガリア人がやってきてこの地に定住した。三方海で囲まれたブルターニュの土地にアルモールの名を与え、海の国の人間を意味するアルモリカと現地の人々を名付けた。アルモリ家族は港に定住し、彼らの方言でこの地を、 ケイモレットと呼んだ。カール大帝の時代からコマーと呼ばれた。ボクリューズ県にあるもう一つのカマレカマレシュルエーグ特別するため、1892年に設備自ルメールがついた。溝の岬先端は加工岩室の台地となっており、1692年より防板塔の資材に使われていた。ラガジャール列石防板塔、カマレ周辺に定住した。 最初の集団は漠然と考えられているが、ラガジャールの列席の存在から数千年前から人が定住していたとわかっている。紀元前2500年頃のカマレは重要な宗教の地であった。1776年、ラガジャールにまだ600ものメンヒルがあり、モルビアン県のカルナック列席と同じくらい重要であった。ドルイド像は死者。 それも海で死んだ死者を敬う毎年恒例の祭りを行っていた。この儀式はシャトーブリアンの書いたレマーターズの作中、美しく語られている。当時、港の側は船乗りたちの居住区だった。港は海から彼らを守りもしたし、外海へ向けて開けてもいた。このようにして海によって自然に削り取られていった入江はアルモリカ人の避難地となり、 カマレの港ができた。ローマがカマレを含む半島全体に侵攻し、従わせた時、カマレが恐怖と服従に置かれていたように見えない。アルモリカのガリア人は、漁師として、そして農夫として、生活を続けていた。ローマの最も重要な守備施設は、カレイコールプルゲールにあった。そこから国中に守備隊が送られた。カマレには、 ローマの中屯地が現在のカーロック H の集落に設置された。そこはクロゾンの湿地帯と美しいディナン岬との間であった。その後ローマが衰退し自由を得た。アルモリカは大西洋とアレサン地によって区切られコルヌアイユの名の新しい政治体制下に入った。キリスト教は聖職者たちの到来によってブルターニュに広まった。エロルの子。 若い領主リオクが新たな信仰に改修した。カマレの歴史はせリオクの伝説とつながっている。カマレは漁港及び通商港として発展した。しかし、中世後期になって、フランス沿岸を交易して回る沿岸交易船や、スペインやポルトガルから台頭してきた、長距離を航行する船の寄港地となった。フランスとイングランドが、 フランス王位をめぐって争った百年戦争中、急戦協定によって、イングランド艦隊が、ウルターニコージャン四世未亡人、ジャンヌ・ド・ナバールを迎えに、カマレの港へ入ることが可能になった。1403年に1月、ジャンヌは、イングランド王ヘンリー4世と結婚するため海を渡った。この結婚でジャンヌは、イングランドの統治者となった。ジャンヌの再婚を、 ブルターニュとフランスの宮廷は裏切りとみなした。この出来事の間、イングランド海軍はフィニステールの港の地理的な位置、戦略的なポイントを確認し、ブレスト侵攻を命じることとなった。1404年、イングランド海軍はカマレへの上陸を試みた。フランス元帥、オリビエド・クリッソンはカマレ住民を率い、700人以上の兵士と共に戦闘に参加した。 敵が優勢に見えたとき、このときわずか15歳のブルターニュ公ジャン五世が2500人の兵を引き連れて現れた。イングランド海軍は海に押し戻され、カまれとブルターニュに平和が訪れた。1434年、イングランド海軍は再び上陸を試みた。ブルターニュ皇未亡人、ジャンヌの子である、フランス元帥、アルティールド・リッシュモンが、自らの騎士たちと共に戦い、 敵と戦うカマレ住民が彼らを支えた。再びイングランド海軍がカマレから駆逐された。カマレの港は優れた低白地で多数の商船が入ったので海賊の関心を引いた。そのためカマレ住民は1469年にローマ教皇パウルス2世を訪問し、パウルス2世は1470年の教皇直所で侵略者すべてを破門すると表明した。 1694年の戦いにおける、ズアウクスブルク同盟戦争中、要塞長官ボーバンは、ブレスト防衛の使命を受けた。彼は、カまれに、当時最も革新的で強力な黄金の塔を建設させた。海軍、陸上部隊、そして守備隊の連携のおかげで、1694年のトレルーの戦いにおいて、イングランドとオランダの上陸の試みを阻止した。この時から、 崖の東側にある溝は、イングランド人死者と呼ばれるようになった。そして、周囲の砂丘は徐々に、イングランドやオランダの船員がなくなると埋葬する墓地となっていった。1801年8月、アメリカ人技師ロバート・フルトンは、自らが設計したプロペラ式、潜水艦のオチラス号の実験を、かまれの湾で言った。これはフルトンが、 潜水航行の将来をナポレオンに説いて実現したものだった。ノーチラス号は、カまれの湾に停泊中のイギリス船に嫌いを設置しようとした。潜水艦がゆっくりと船に近づいたとき、フリゲート艦が偶然にも航行していなかったら、実験は成功していたかもしれない。17世紀から19世紀のカマレは、ドゥアルヌネ、コンカルノといった、 大西洋岸の町と同じく、イワシの水揚げ漁港だった。イワシ漁業は、カマレ経済の主軸であった。しかし1903年から1903年にかけ、イワシ漁が危機に陥った。ブレスト低白地と大西洋が出会う場所、ブレスト海峡の前に位置するカマレ港は、漁港であることに加え、ドゥアルヌネ漁船や商業船舶の寄港地だった。悪天候に遭うと、 これらの船は母校に帰る前に、昇降状態になるまで、カマレ港に停泊したのである。1840年以降、住宅がのティック地区の貸しに直接建設されていった。しかしこの時代のカマレ港は小さすぎた。荷役をより容易にするため、不当を拡張することになった。1902年以降、この不当は、カマレをよく知り紹介してきた作家にちなみ、 ギュスターブ・トドゥーズ・フトと呼ばれている。1870年、最初のイワシ加工工場ができた。イワシは毎年冬の終わりになると、ビスケーワン、そしてブルターニュ沿岸へ移動してくるのだった。男たちはワンで青いイワシの漁をし、女たちは缶詰工場で働いていた。1880年代以降、カマレは人気のある秘書地となり、夏季には パリの知識層や芸術家が集う場所となった。彼らのほとんどが2軒あるホテルに宿泊した。ウジェーヌ・ブーダンや、シャルルコット、ギュスターブ・トゥ・ドゥーズ、アンドレ・アントワーヌ、ローラン・タイラードらである。1903年に撮影されたカマレコーか、マレコーはロブスター寮で有名になった。1900年代には登録されている船員は1500人を数えた。それが、 2010年には6人しかいない。カマレ港はマリーナの様相になっている。1905年イワシ漁に危機が生じた。イワシの群れが現れず、不漁に苦しんだ。漁民はロブスター漁に転換した。古い漁船はスペイン式のズンデイ船に置き換えられた。カマレの漁民はスペイン、ポルトガル、アイルランド、モロッコ、モーリタニア沖合で漁をした。 1960年代後半からロブスター量も緩やかに減少していった。これは政府とモロッコ当局、モーリタニア当局とが定めた様々な漁業禁止区域の影響からであった。参照元、1999年まで、イヘス、2000年以降、INSEE ノートルダムとロカマドゥールクシリアン、帝の廃墟。ありがとうございます。